こんにちは、まいこです。今日は生徒さんからご質問いただいておりますのでお答えしていきたいと思います。ちょっとした英語のお悩み相談です。皆さんの参考になることがあればいいなと思ってお届けしております。それでは質問早速読んでいきましょう。自分の理想ほど成長していないことにショックを感じています。質問じゃなくてあれでしたね、お悩みでしたね。自分の理想ほど成長していないことにショックを感じています。これね、理想を皆さんね持って英語学習進められていると思いますので、ちょっとねなかなかそこに届かないとやっぱりなんかショックとか悲しいなとか感じちゃいますよね。でそれなんですけれども、そのねショックに感じたことっていうのをね、まず最初にね受け止めてあげてほしいんですね。もうなんかショック受けてる自分なんてダメだ、もっと頑張らなくちゃみたいな感じで、自分のショック受けたそのショックさんがねここにいるわけですねそれをもうこんなものをショックで受けてる場合じゃないぞとかってこうすごい叱ったりすると、自分の心がねとても傷ついてしまうんですよね。やっぱりそれが自分にとってすごく大切なことなわけですよね。英語を上達したいっていう思いが。すごいじゃないですか、その大切な思いがあるっていうこと。ね、それぐらい英語が好きなのか、まあ、上達したいなっていう夢を見てらっしゃる、望んでらっしゃるっていうことですので、あ、私ショック受けてるな、あ、そんなに英語上手になりたいんだなって、それぐらい英語のことは大切なんだな私にとってというふうにして、まず一旦そこを受容です、許可してあげましょう。その感情、ショックを受けた自分、それによしよししてあげてください。そこからスタートです、はい、でここから本題です。理想に届かない、成長していない自分にショックを受けてるということなんですけども、これね多くの方がやっちゃいがちなんですけれども、まあ、私も やりがちですけども、英語ができるようになりたいと思った時に結構ね最終形の英語できる状態っていうのを皆さんイメージしますね。例えば今現在私は中学校1年生で習うような英語もあまりできてませんと。だけども英語ペラペラになって海外で活躍したいですという夢があったとします。だいぶ離れてますねそうなってくると、その大きな目標っていうのはもちろん持ってていいんですけれども、その大きな目標だけしかセットしてないとそこに到達するのはねすごい時間がかかるので進んでない気がするんですね。まずフックをね先にこうかけるところの位置がねちょっとずれちゃってるので、それだと私が今中1レベルで海外で活躍するペラペラの人ってなってると、そこバーって高いところにかけてるので、まあ、例えば YouTube チャンネルを私が開設したとしましょう。登録者数がゼロなのに最初に、わ、私は100万人登録目指すぜイエーイみたいなやってると、10人になっても100人に立っても100万人登録ってまだまだ遠いので、もう進んでない気がするわけですよね。果てしなすぎて目標が。ですので、だったら自分がまだ心地よいな、これだったらできそうって思うところに一回フックかけるんです。例えば0だったら10人になったらいいな、これだったらできそうな気がするなみたいなところに一回フック引っ掛けていただいて、そして10人になったらイエーイって思いっきり喜びますで10人になったら、あら、この期間で10人まで行ったんだったら100人も行けそうな気がするな、ちょっとなんかできそうっていう感覚があるんだったら、次の目標は100人登録者っていう風にして、そこにフックをポンと引っ掛けます。そして100人になったらうわーって大喜びすると。そしてどん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 そこの100万人登録に行くまでの間に何回も何回も小さな喜びを積み重ねていくっていうことですね。それがあるからこそ続けられるっていうものなんですよね。ですので英語の目標、設定した理想像っていうのがあまりにも今の自分とかけ離れすぎてると嫌な気分しか起こりませんので、ちょっと自分の目標を見直していただいて、じゃあ今ここに行くまでどこにフックを引っ掛けたらできそうとか、あ、これだったらいけるかもとか、あ、ちょっと楽しみできるんじゃないみたいな感覚を味わえるか、それをちょっとね自分とコミュニケーションを取ってみてください。そしてそこの心地よい感覚のところに一旦早く到達できる理想を設定する。小さな理想っていうのをいっぱい積み重ねていって大きなところに到達するっていう、そんな順序立てをしてみてください。ということで、もういつもこう自分が成長してないなとか、まだまだ理想に到達してないなってモヤモヤしている方は、まず最初に自分が心地よい理想像ですね、これだったらいける、これだったらできる、ちょっとワクワクっとするような目標をまずはセットしてみてください。はい、何か参考になったらいいなと思います。こちらのチャンネルではこれからも
英語学習を楽しみたいなとか英語上達したいなという方のために役立つ情報を配信していきたいと思っております。無料のね、プレゼントなども時々用意しておりますので、時々、結構用意しておりますので、お見逃しのないようチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Thanks for watching. Bye bye.